世界では日本の気温というのは500年で、だんだん高くなってきています。この地球温暖化というのは確実に進行していまして、すでに私たちの生活にも影響が出始めております。例えば1時間に50ミリを超えるような大雨というのは回数が増えてきていますし、それから今後ますます増えてくるのではないかというふうに予測されています。将来の気候がどうなるか、それから今の二酸化炭素がどうなっているのか、こういうことについての正しい情報が今大変重要になってきています。気象庁にはアメダスという気温や降水量を測る観測所が日本全国約1300箇所にあります。こうした観測のおかげで日本の今の天気の状態を知ることができます。例えば気温が30年前と比べて高くなってきたのではないか、最近雨の降り方が変わったのではないかといった疑問に答えることもできます。二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの実情を把握するための観測所も置かれています。その一つが本州から約 2000km 離れた日本の東の端にある南鳥島にあります。気象庁の観測船は毎年同じところに行って水温や二酸化炭素の量などを調べています。毎年同じ場所で観測をすることによって海全体が少しずつ温まってきたことが分かりました。そして海中の二酸化炭素についても少しずつ上昇していることが分かりました。それは人間が出した二酸化炭素を海が取り込んでいるためだと考えられます。 400ppm と過去のデータの値を比較すると増えているのが分かりますよね。これは大気中の二酸化炭素の様子を絵にしたものです。この絵を見たら一目で二酸化炭素の濃度が増えているのが分かります。地球の気温が上がっていることは疑いようがありません。そして今の私たちが相当頑張って地球温暖化を食い止めようとしても、未来の地球は今よりほんの少し暑くなってしまいます。暑くなるだけではありません。例えば日本などの地域では強い雨が増える一方、雨が降らない日も増えると言われていますし、他の地域では雨がほとんど降らなくなるようなところも出てきます。こんな未来はまだ想像できないかもしれませんが、それでも着実に近づいてきています。私たちは地球温暖化を食い止める方法だけではなく、将来の地球でどのように暮らしていくか、そのためにはどのような対策が必要なのかを考える必要があります。